天皇皇后両陛下は今日午後、東京港区の政策研究大学院大学で世界各国の専門家が水と人との関わりを考える水と文化国際シンポジウムに出席されました。ライフワークとして長年水問題を研究している陛下は、カンボジアのアンコール遺跡群における治水についての講演などに熱心に耳を傾けられていました。